皆さんこんにちは、マカロニオです。今日はですね、皆さんに報告があって動画を撮っております。で、具体的には2つほどあるんですけれども、今までの動画と違って住宅の情報を皆さんにギブするというよりかは完全に私個人の報告動画となっております。なので、人によってはそんな動画撮るんじゃないっていうふうに思うかもしれないんですけれども、普段めったにこういう動画は撮らないので、こういう時だけ少しですね、許していただければなというふうに思います。はい、でまず一つ目の皆さんに対するご報告なんですけれども、ちょっと宣伝になっちゃうんですが、はい、私初となる本を出版させていただくことになりました。パチ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 。はい、家づくり攻略超攻略法という本でして、これから、ハウスメーカーで家を建てる方向けの本となっております。まあ、今までってこう家づくり全体的な本っていうのは、あったのかなというふうに思うんですが、ハウスメーカーで家づくりをされる方向けの、そのピンポイント向けの本ってなかったと思うんですね。なのでそれを私が書かせていただいて、で内容としてはステップ1からステップ70ぐらいまであるんですけれど、この順番に家づくりをやっていくと、うまくいきますよっていうのを書き記したものになります。で加えて最後の方にですね、大手ハウスメーカー10社の解説ページっていうのもフルカラーで載せさせていただいております。もちろん画像を無断で使用するとかそういうのはないですよ。各ハウスメーカーさんの本社にちゃんと確認を取って画像とか使わせていただいてますので、そういうことは悪いことは何もしてないんですけれども、一応そういう解説とページっていうのも付けさせていただいて、このハウスメーカー超攻略法を本日発売させていただく運びとなりました。はい、結構しんどかったですね。なんですかね、長々と文章を書くのはすごく簡単ですし、私自身も得意なんですけれど、いかにこうコンパクトに分かりやすく文字を詰め込むのか、これは今までにやったことないスキルが求められて結構苦戦したんですけれど、なかなかいい感じに分かりやすく書けたんじゃないのかなと思いますので、ぜひ楽しみにしていてくださいっていうのがまず1個目です。はい、で2つ目です。2つ目に関しては、今後、顔出しで動画を撮影していきますよという報告でございます。大した報告ではないんですけれども、急に動画のテイストが変わると皆さんもあれと思って、誰こいつみたいな感じになりそうだったので、今回この書籍の出版の報告も兼ねて、今後ですね、顔出していきますっていうこともお伝えさせていただこうかなというふうに思って動画を撮ってるっていう感じですね。でじゃあなんで急に顔出しをすることになったのかっていう話なんですけれど、ちょっとですね、潮目が変わったんですよ。というのも、本当だったら今年もずっとこのスタイルでやっていこうと思ってたんですね。この方が楽なので、別に髪の毛とかね気にしなくていいし、ぐちゃぐちゃでも寝癖がついてても全然いいわけなんですけれど、でもそうも言ってられなくなったんですよ。でそれがどういうことかっていうと、私 YouTube 活動を4年ぐらいやっていて、当初っていうのは今もそうですけれど、住宅業界を変えるぞとか、担当ガチャ制をなくすぞみたいな意気込みでめぐりえっていうサービスを立ち上げたんですね。でそれに共感してくれた、住宅営業マンだったりとか、私の視聴者さんだったりとか、問い合わせをもらったりとかしてですね、今現在めぐりえから900棟ぐらい家を建てる方が、今現在いるっていうような状態なんです。で一つそれはそれで成功したかなというふうに思うんですね。で当然まだまだ完全にその担当ガチャ性をなくせたかと言われればそんなこともないですし、あと世の中の流れ的に断熱性能とか気密性能とか、あとは一点物なのか工業化デザインなのかみたいな感じで、またかなりこのめぐりえというサービスを立ち上げた当初から潮目が変わっているので、それに合わせてやっぱりサービスもどん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 グレードアップしてカスタマイズして、これから家づくりをされる方がより後悔のない家づくりができるように仕組みづくりをしていかなきゃなと思ってるんですね。それは継続してやっていくんですよ。でもそれとは別にもっと自分でやりたいことっていう明確にやりたいことがちょっと見えてはいたんですね。見えていたんですけど、それには人も動かさなきゃいけないし、お金もめっちゃかかるし、多分できないんじゃないかなというふうにちょっと思ってたんですが、叶えられそうなんですよ、その夢が。その夢が叶えられるんであれば、勇気を持ってっていうのもおかしいですけどね、インスタグラムとかで普通に顔出ししてるので、別に今更っていう感じではあるんですけれども、YouTube 上でも顔を出して、でよりコンテンツの幅を広げて、皆さんに今後も住宅の情報を提供できたらなというふうに、ちょっと考えが変わったんですよ。で本当にここつい数週間ぐらいの話です。はい、
なので、ちょっと中途半端な感じ、本当だったらね、1月1日から顔出しして、ハウスメーカーの解説動画をお話し、作ってとかっていうふうにやっていければよかったんですけれども、本当に、なんでしょうね、急転直下というか、急に状況が変わったので、まあ、今後の方針としては顔出しをしつつ、で、コンテンツの幅を広げつつ、皆さんに、住宅の情報を、今後も届けていきたいなというふうに思います。いきなりですね、顔がパンって出てくると、おお、急に動画のテイストが変わったっていう感じで驚かれるんじゃないのかなというふうに思ったのでね、今日はそんな感じで報告をさせていただいたという次第です。まあ、メインはこっちなんですけど、まあ、顔出しもしますよと、まあ、私にとっては結構重要な転換期かなというふうにも思っておりますので、皆さんですね、温かい目で今後も応援していただけると嬉しいです。はい。ということで、また今後も引き続き、一生懸命魂込めて住宅の、情報を発信していきたいと思っておりますので、皆さんはぜひともよろしくお願いいたします。それでは私が会いましょう。バイバイ。